ラプラタ大聖堂控え壁からの景観1998年の改修時に付加された装飾ラプラタ大聖堂とは、アルゼンチン共和国部へのスワイレス州ラプラタにあり、ラテンアメリカ有数の大きさを誇るローマカトリックの大聖堂である。無限在の親鳥に建設されており、このゴシックリバイバル建築様式の建物は、市の地理的中心であるモレの広場やラプラタ市庁舎に面している。 ヨーロッパの大聖堂、例えばアミアンのノートルダム大聖堂やケルン大聖堂等に、喚化され、この大聖堂の建設計画は、ペドロブノワの下、エルネスト・メーエルによって描かれた。建設は1884年から始まり、1902年に無限在の親鳥の下に、宿別された。その後も工事は続き、1932年に、完成した。災害天井と、 教会中央の丸屋根1930年代、基金が不足する恐れがあり、労働者は建設に否定的になった。戦闘の工事は終わらず、戦闘の外側のレンガは装飾されなかった。その後1990年代半ば、修復及び完成の計画が持ち上がった。詳細は以下の通りである。一旦レンガが修復されると装飾は外された。 レンガの外観を有する建物は従って、スウェーデンのウップサラ大聖堂やデンマークのロスキレ、大聖堂等、北欧によく見られる、ブリックゴシック建築のようにも場所によっては見えるようになった。そして改装は2000年から始まった。高さは最大で367フィートに及び、現在南北アメリカ合わせて4番目に高い境界となっている。ありがとうございます。